もう全開にしてもう一番最後まで倒してもうゆっくり休んでくださいよ。めちゃくちゃいい人だなと思って全部一部始終その人見てたから。もらってきたの？新幹線のやつ。新幹線のやつだ。あ、やっちゃに。お土産。お土産じゃねえよ。お土産買う時間もなかなかなかったし。これは洗わなきゃいけないやつ。はい、ありがとう。これは洗うやつ。え、じゃあこれどっちか好きなの？一個。あ、そのバーム。リサちゃん大好きよ。あ、ほんと？で、もう一個はヨコちゃんに渡すから。あ、はい、あとこれはそのホテルからもらった、なんか、ね、これはなんか手紙とかしかないけど、ね、よいしょ。おじいちゃんのお水？そう、おじいちゃんのミニタブレット。あ、それは俺が買ったけど、まあ置いといて。これヨコちゃんのね。うん、見ててくれれば。わーってなったろ。すごいね、なんかもらったの。もらったというかな、それはお品書き。ホテル行ったら3回お祝いされた。着いた時、うん、夕飯、朝飯、うん、全部ハッピーバースデー。なんでまた。めちゃくちゃいいホテルだ。ピバスデって誕生日過ぎてるけどね。いや、俺、何のご利用で来たんですかって言われて、あの、なんだ、その誕生日の、101歳の、101歳の記念で行く、来るんですって、さようでございますかって、楽しみにしてくださいって言われて。すごいね。もう一回飲みます、もう一回。はい。いただきます。日本で一番高いって、単価が。この町の単価が日本でもう今インフレ起こしちゃってるから、数年前だったらもう全然5分の1とかでいけたって言ってた。うん、生置いといて。いただきます。いただきます。トリュフチョコレートデニッシュ。すごいね。これやけにお土産なの、じいちゃんから。おいしい。あ、それはホテル側がも、ね、ホテル側が持たせてくれたやつ。そのご家族にっていう、お世話になってる方に お渡しくださいっていう。で、まあホテルはまあまあ高かったけど、まあサービスもすごい良くてさ、まあご飯普通だったけど。普通に買ってきたんだ。あ、そう、それすごい。タクシーの電車さんがそれ絶対買った方がいいです。タクシーというか帰りの帰り、そのホテルがさ、やっぱさ、うん、高いだけあってさ、うん、次はどこ行かれるんですかって、あ、今日清水寺にっつって、あ、分かりましたってさ、外出たらさ、うん、あの専用の車、お金いりませんって。あ、すごいね。うんうんうん。うん、入れないよ、入れないよ。わけわかんないことしてんの。すごいね、七味と一味だね。もうそのじいちゃんがさ、そのあのステーキが来てさ、鉄板焼きのすっごい美味しいやつ、もう1人前3万すさ、ステーキ来てさ、備え付けのさ、そのあんじゃん、なんかもみの木みたいな、それずっとむしゃむしゃ食べちゃいけないやつ。ね、ずっとむしゃむしゃ食べてた。美味しかった？ご飯美味しかったよね。うん、すごいよね。あんな高級なもの食べてきたら、うちで何食べんだよと思って。じゃあ夜は寒いから煮込みでいいやと思って。いや、ありがたい。美味しい美味しい。でも、じいちゃんがさ、
帰りさ、もう新幹線乗ったタイミングでさ、うん、トイレ行きたいって言うのよ、うん、タイミング悪いなと思ってさ、で並びで座ってた方が絶対いいじゃん、うん、グリーン車で行ったんだけどさ、その周りもうるさい人いないしさ、うん、俺もストレス溜まないしと思ったらトイレがちょっと遠いところでさ、うん、でじゃあ分かったよっつってこう準備したらさ、俊介、おしっこ行きたいんだよ、うん、だからまあ分かったよって言って、うん、シュウスケ、何漏れちゃう、おしっこ行きたい、これ準備さ、いろいろこうお土産も買ってさ、全部こうセルして辛いこう行こうとしてるのにさ、でも分かったからって言ったら、シュウスケ、何って、名古屋って言ったら、これ川崎帰れねえんじゃねえかって言ってうるさいってもうってでさ、もう周りの人でもこう寝ようとしてる体勢の人がさ、直接顔見れなかったけど、寝ようとしてる体勢の人がちょっとんって起きて、なんかわかんない、イラついてるかどうかわかんないけど、うん、そんな感じのしたのよ。でも恥ずかしいし、うるさいし、もうやだなと思って、で車椅子のままこうさ、後ろの方のさ、ありがとう、トイレ行ってさ、こうやってってさ、でまたさっきみたいにこう座る直前ぐらいにおしっこをしようとしてさ、でなんかもうその、あ疲れたみたいな話で上げてさ、でまた戻る時もちょっとこう足出してる人とかにも一回一回すいませんって言いながら、はぁって言って、もう自然とこうため息が出るような感じでさ、じいちゃんには悪いけどね、こう席こうつかせてさ、こう席こう倒して、で俺の後ろの方には人がいたから、じいちゃんの方先倒して、後ろの人にすいません席倒していいですかってパッて見たら、めちゃくちゃ有名な人だったの。誰で、その人が、あもうお兄さんってあの倒しちゃっていいというか、もう全開にして、もう一番最後まで倒して、もうゆっくり休んでくださいよめちゃくちゃいい人だなと思って、全部一部始終その人見てたから、感動して、うん、優しいって。グリーン車なんだからさ、トイレに一番近いとこお願いしますって頼んだから、うん、トイレに一番近いとこ車椅子置けないの、置けないの、うん、座席があるじゃん、うん、車椅子突っ込んだらじいちゃん寝れないの、もうずっと足に当たっちゃって、うん、で上に乗っけるわけにいかないし、落ちてきたら危ないし、うん、でなんか荷物用のやつはさ、うん、何予約しないとダメなの、事前にここ荷物置かせてくださいって、でじいちゃんがトイレだなんだっつって遅れたらさ、その予約なんかパーじゃんか、だから直前にしか新幹線取れないし、でも勉強になったね、かなりマジで勉強になった、よかったね、じいちゃんもね、うん、じいちゃんなんていいよ、京都の街なんかもう全部坂なんだからさ俺なんか、俺あれだよ、ずっと半袖だからね、暑くて、で帰りの東京もじいちゃんのことをして暑くて、人力車バーって走ってる中でさ、俺だけこうやってさ人力車がえほ早いのね、あの人たちね、坂道でもね関係なく、えほえほ言ってるのか、俺こうやって、いや車がでかいからね、タイヤがね、うん、じいちゃんのちっちゃいからねよかったね、でもね、なんだかんだ言ってもね、うん、よかった、なんか 見たいって言ってたところ全部見せてあげれたからね、うん、八坂神社の方まで行った時もさ、うん、なんか、なんしゅうすけ、なんか道ガタガタすんのやだなってちょっと我慢してくれよって、うん、どうしようもないんだよね、どうしようもない、まあそのね、観光地はやっぱしょうがねえわな、うん、じいちゃん、京都は何が良かった、うん、京都は何が楽しかった、京都行った、あお前マジかおい、京都は何が楽しかったよ、今日どこ行ってきたの、新幹線乗って、新幹線乗って、ね、あそこ行ったの、ね、温泉、温泉どこの温泉、なんなん、はあ、しょうがねえわ、やっぱ富士山には勝てないな、うん、富士山
覚えてないんかい。京都タワーとか見てこなかったの？駅のとこにあった。いや、しょうもないよ。うん、誰、東京タワー知ってるやつ誰も見ないかな、あの。あの清水寺もさ、うん、普通車でも一般車でも入れないところがあるのよ、うん、そこにさ特別お願いしてもらってさ、うん、多分行けると思います。今日あの道空いてるんで、いつもあの専用車両がめちゃくちゃ多いと、もうそこまでも行けないんですけどみたいな、今日は行けると思いますって、うん、インターホンで連絡したら、あのその門みたいなところで、うん、開けてくれてどうぞみたいな。もうほんと降りてすぐ清水の舞台、うん、おじいちゃんここ清水寺だよって言ったら、ああみたいな頼むか頼むから笑ってくれよっつって写真撮るとき、あんたってさもうここまで来ちゃってるからさ感覚的にないんだと思う、うん、ああパパ上がってたって言うんじゃないから、うんうん、ああなるほどね、うん、あなるほどな、やっぱそういうの大事なんだな、うん、登ってきたとか自分の足で来たとか、うん、しろすけが大変な思いして坂登ってきてここまで来たとかさ、うん、でもねもう階段とかね多いからね無理なんだよ、無理だよ、うん、金閣寺も一瞬、うん、15分で帰ってきた金閣寺見て、ね、あああ、あれが金閣寺だなっておしまい。ちいちゃん今日は修介と京都に行ってきたんです。はいはいおい京都行ってきたんだよ、うん、分かってんのか、うん、分かってんのか、分かってんの、往復グリーン車乗って行ってきたんだからね、うん、食事は良かったしね。本気で動画作ろう。もうある程度撮ってきたから。ちいちゃんだからでもちいちゃん泣いてたんだよ。あのありがとうって。うん。うん、どこで？そのホテルの部屋で。ええー。いやだから部屋すごい良かったし、ご飯も美味しかったし、サービスも良かったし。うん、で、俺の思いもね、これこれこういうのでって。お母ちゃんに言われちゃったもん。え？あの、おじいちゃん、ちょっと言ってんのって。あ、ほんと？あ、ええー。みんな見てんだ。おじいちゃん、ちょっと言ってんのねって言われたの。何言ってんの？会社の上司。会社の？うん。なんで知ってんの？とか、ちゅうちゃんがこれであげてるから、そう、みんな見てるやつだよ。あのあれね、俺の周りの人はさ、慶応の子たちやっぱ京都詳しいね。みんなやっぱそれでなんか分かった、その俺にはまだ早い京都は。遊ぶところがね、夜の街ってことね。夜の街もそうだし、うめえ店もそうだけど、うん、もう調べてみたら全部バカ高いし、うん、だってさ、水曜日だよ、みんなに教えてもらったんだ、うん、平日の水曜日でさ、うん、ランチのうなぎが一番安くて7000円する場所があるのよ、うん、7000円からぐらいの、うん、そうさ、100席ぐらいあるのね、うん、めっちゃでかいところなの、うん、満席なんだよ、それ意味わかんないじゃん。でも普通だって普通に食べたって、何年前だってうなぎなんていくらよ、私お客さんにどこそこのうなぎが食べたいんだけどって言われて、うん、いやあそこって高いよね、うん、え一番安いので5000円ぐらいしたよね確かとかって言ったら、しょうがないこれじゃいいですってご馳走したけどさ、うん、やっぱ平気で普通波を頼んで波、まあ波、ね、まあまあそうだな、うん、まあねえ、そんな安いのってわけいかないからさ、うん、波頼んだってやっぱ7、8000円するもん、うん、お膳であれしてもらって、
別にうなぎなんか好きじゃないのに一緒に食べたらいくら払わなきゃいけないのと思ったからじゃあ一人で食べてくださいお会計して帰りますかなってお会計して帰ったことありやったしマジでもね、その七味がマジでうまかった、うん、でも生きてるからね、七味ってこれめっちゃ有名なんでしょ。なんか日本三大って言ったよ。あの清水ラーメンそばの。うん。いや運転手さんが優しかったな。よかったね運転手さんが優しいのはね。ここに来た運転手さんも優しそうじゃん。うん。めっちゃ優しかった。返事しなかったけど。これもう返事しない人ダメで。あ、すいません、そこの信号右に曲がってくださいっつって、うん、その後に、あ、そこ右でって、あ、聞こえてますか、あ、大丈夫か、あ、すいません返事しろよって言わなかったんだ。いや、言ってるのと一緒だ、多分ほとんど最初の方してくれてたけど、いやお腹いっぱいになった、じいちゃん、うん、足んない、いっぱいだ、大丈夫、うん、今回一回もね、おしっこはすごかったけど、一、うん、回もうんちも漏らさなかったから、うん、ずっとここのとこ体調いいもんね、いい便するしね、ちゃんと便は出てたから、ほとんど毎日出てたからここのところ、うん、便行く前も出てたの、あ、そう、うん、朝も、しかし食う、ほんとに食べるのよ、ほんとに食う、食べた分がみんな出るから、うん、体調いいんだと思うよ。コース一緒だよ、だって夜食ったコース俺とで、その後部屋帰ってさ、ケーキ食ってさ、シャインマスカット食ってさ、ケーキ、うん、好きだよ。で朝ごはんもさすごいリッチでさ、このあれ朝ごはんなの、おでんがこうやって出たやつ、ご飯1個、そうそうそう、でもあれすごいちっちゃい、もうその見かけというかさ、うん、3段あって、上だけだったらそう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 、でおじいちゃんにはちょっと多いよねご飯ね、でも違う、その前にご飯提供するまで10分かかりますって言われて、うん、ああ全然いいですよ、でその間このおなんだサラダバーみたいなのご利用くださいって言ったらさ、そこにさなんかスモークチーズとかスモークサーモンとかさ、あとお刺身とかさ、うん、サラダバーだよ、うん、にあるわけよ、うん、でもいっぱい食べたいじゃん。で、じいちゃんにもこうさ、ヨーグルトとかもあったからさ、こう作ってあげてさ、こうやったらもう、バカだから俺も、なんかいっぱいいっぱいになっちゃったのよ、うん。で、じいちゃんこれちょっと食べててっつって、俺もなんか他のもんちょっと見てようかなと思って、パッて帰ってきたらさ、もう半分ぐらい食ってて。で、飯食えんのかさ、つって、お膳来たら、もうこんな食いきんないよって言って、完食したからね。じゃあいい、やっぱいい旅行だったね。うん、はい。よかったよかった、ありがたいね、うん、私も行きたかったわ、申し訳ない本当に、いや俺も絶対あの全員に多分ブチ切れちゃったからじいちゃんにも切れちゃったし、やっぱ怒っちゃったから多分無理だと思う、さすがに、だって全員連れてたら、え4人来る、5人って言ったか、プラスだから7人だべ、俺合わせて、うん、すごいじゃん、清水寺、今初めて見たよ、うん、7かける、あ、違う、8しか、だからあれだよ、ね、新幹線だけで56万だよそんな無理だよ、もうお金ない、じいちゃん、うん、もうお金がないから、うん、今年は大晦日お寿司とかも全部なしだよ。はい。わかった。はい。お年玉もなし。うん。うん。全部俺にくれ、じいちゃん。はい。孫にじいちゃんが、じいちゃんが孫とかひ孫にあげるやつ。そうそう、それぜぜほぼ全部食ってて。その左奥にあるのが全部食べ放題。うん、すごいね。まあ、食えねかったけど。で、俺ら以外全員外人、うん、インバウンドだ完全に、
だ普通のとこだったら本当多分5分の1ぐらいの値段で泊まれたかもしれないね。だから最初こんな感じじゃん、こんな見た目とこんなじいちゃん連れてさ、タクシーってさ、ちょっと運転手さんがなんか、あ、どこ行くんですかみたいな、これこれこうでって。あれで、途中でなんかコンビニとかやってもらって、あ、本当みたいな、なんだなんだって、ちゃくちゃく喋ってたんだけど、これはホテルって何、この奥の、あ、そこのなんちゃらかんちゃらってそこですって言ったら、えみたいな。お兄さん何やってる人なのみたいな。いや、なんか、みんな、なんか、その、外国人のお金持ってるような人たちは乗せたことあるけど、こんなじじと。何しようしよう、あ、社長さんなの、なんかのって言って。社長ですって言ってた。おじいちゃんが社長なんですって。はあ。じいちゃん金閣寺映ってるよ、見える、うん、合成じゃねえぞ、金閣寺バックにすごいね、あ、明日何、阿佐ヶ谷なの、あ、そうそう、阿佐ヶ谷でライブ、今日、昨日までにその一泊二日でおじいちゃんにムカついたこと全部話すの、そのライブで本当にムカつくんですよ、このクソじじいはって。そうなんだ、共感の笑いがあればいいと思うけど、でも嬉しかったよ、でも本当にだってさ、あんなそれこそ富士山だってさ、俺さっきご飯食べたんだよって言ってたって、うん、ねえ、で富士山見に行ったの、おととしか3年ぐらい前か、もうさ、要はほぼ脳梗塞で、あ、足なんかそう満足で歩けないのにさ、京都なんか行けねえやと思ったけど、結局行けたから、やっぱね、しかもやっぱすごい、俺はもうすっごい疲れてるけど、じいちゃん大丈夫っつったら、うん、全然大丈夫っつって、だってもう京都って頭がもう離れないから、前の日から大変なんだもん、うん、だ珍しく覚えてたよ、朝。明日京都行くのに、修介は何時に行くも何にもないんだよ、うん、大丈夫なのかってか、うん、なんか行くって言ったから大丈夫だと思った、うん、何時に出るんだとか私もよく分かんないから、とりあえずじゃあ寝ればって言ったら、うん、じゃあ寝るかなって寝てんだけど、頭の中はほら何時行くんだろう、朝早いのかなって頭の中は、 あれよ、あの晩飯、すっごいさ夜景の綺麗なさ、いやこれもう孫とおじいちゃんで食うとこじゃねえだろうって、もうカップルが食うようなところ通されてさ、まあ、その奇跡、あの景色が綺麗だったんだけどさ、あのこちらがあのサプライズがありますって、で、まあ、あのそういうお誕生日おめでとうみたいなのさ来るんだけど、サプライズがありますって、なんだってじいちゃんが言ってきたから、なんかこう驚かせるようなことあるんだってって言って、安代来てんのかって言って私サプライズかよ、来てねえよっつってあ、すごい、あ、すっごい、それ持って帰って、絶対、はい、2個あるでしょ、2個ある、あ、1個持って帰って、すげえな、何それ丸ごと、いや3つ、スポンジケーキってこと、違う、マフィンじゃないか、あ、トリュフマフィン、トリュフのチョコレートデニッシュ、うん、明日の朝だね、うん、うん、明日朝食べればいいね、うん、デイサービス行く前に食べていこう、空いてるところ置いてってもいいか、じゅうちゃん、うん、ちなみに俊介が連れてった旅館は、うん、全国どこにいる人にでも自慢できるぐらいのホテルだからね、うん、うん、どこどこに孫に連れてってもらったんだってみんな、えぇ、ー、ってなるから、うん、たくさん自慢してください、うん、はい、はい、ごちそうさまでした。
ありがとう、やっちゃん。すごいね。うん。